でもちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない。ゆかさん、彼氏には、うん、何を作ってあげたいタイプですか？うん、ね、彼氏がお家に来たら、ね、うん、そんなにね、うん、料理をね、うん、作った人は少ないんですけれども、うん、残念ながら、うん、必要ですね、はい、それは。でも、うん、評判が良かったのは、はい、ビーフストロガノフ。え、ちょっとビーフストロガノフ、うんうんうん、ちょっと聞き慣れないんですが、ちょっと、はい、なんですかね、ビーフシチューでもなく、うん、聞き慣れないんですがなんだろ、ビーフ、なんかテレビの世界でしか私食べたことないかも、それ。あれはテレビの世界で、テレビの世界で、ビーフストロ食べたことはないガノフ。ちょっとなんかパンにつけて、はい、食べるようだな。なんですか、ビーフシチューないんだよな。よりビーフシチューよりはもうちょっとそのお肉感が強めというか、食べてみたい。あれは、どう思った方はグッドボタンを押してください。あっち。かわいい。危ない、ねずこ大丈夫か、ねずこ、ねずこ大丈夫か、油飛んだけど喋れないからねずこ。お兄ちゃんも心配なんだ。お兄ちゃんなんだ。ちょっとね、あ、炭治郎風にね、焦げ目がね、あんまりついてないけど、火はちょっと強めてるけどね、うん、もうちょっといけそうじゃない？ケースもやっぱコントローだからちょっとカリカリになるじゃん。この後にちゃんとミノもう焼いていきます。カルビーチキュウです。はいはい、ってことで、ってことで焼肉を食べたから、うん、ちょっとそのまま延長戦で、うん、締めにちょっと私の大好きな韓国の、はい、まあ、焼きそば、焼きそばが、うん、ロスの、うん、韓国マーケット、スーパーマーケット、そう売ってたんで、うん、つい買っちゃったわけですよ。はい、これ本当に私もめっちゃ美味しくって、ちょっと中身見せて、中身見せて、見える、わかんない。私はこれ美味しいを知ってるんで、はい、ちょっと先にじゃあ純ちゃんに、うん、ちょっと食レポをしてもらおうかな。はい、香りはね、ソース、これ焼きそばなんだよね、焼きそば、韓国風のちょっとピリ辛の焼きそば、うん、香りはね、なんかね、ソースって感じじゃないだしょ、油って感じ、あ、うん、油の普通に、韓国のコンビニにもうお手軽に、そう売ってるの、売ってるの、すごく人気なんよ。ほんと美味しいから、ほんと美味しいのよ。熱い、あ、どうだろう、お湯はだいぶ切ってあるけど。いただきます。早速食べてみな。めっちゃ好きなよ、これ。プルタクポックンミョンって言うんですけど、もう一回言って。プルタクポックンミョン、プルタクポックンミョンプルタクポックンミョン。うん、どう、あ、あ、あのね、思ったより辛いので、うん、うん、味は、うん、甘辛い、うん、うーん、甘辛めんつゆみたいな、めんつゆ、甘辛い、うん、甘辛い感じ、辛いで、ソース感は全くなくって、ただ本当に甘辛い油そばって感じ。油、汁なしのね、汁なしの、汁なしのでもマジで結構辛いんだけど、え、でもね、美味しい、美味しい。だってこれコンビニで売ってるくらいだからめっちゃ人気なんよ。でしかもロスの韓国スーパーに売ってて、うん、日本 の、 その例えば新大久保とかにあるスーパーにも置いてあるの、うん、それぐらいめっちゃ人気なやつなの。軽っ。はい、あ、そしてそして、はいはい、ちょっと待って、ゆきりんはコムタン、ゆきでーす、鍋、私のおすすめはコムタンラーメン入ってる、鍋から外、あ、辛っ。これも韓国式鍋で作ったそのまんま食べるっていうの、これは私の一番おすすめの、うん、あのラーメンなので、これもよかったらジムさんに食べていただいて。ちょっとさ、今口の中辛くて絶対熱くない？今出来たて、あの結構どっちが美味しいか、どっちが好きかっていう、あの
勝負今変えるめっちゃ怖いじゃん、はい、これは何スープ？コムタンラーメン、コムタンラーメン、全然辛くない、また別ですよけど、フーフーして、フーフーして、熱いじゃん、味がわからん。辛さにやられて。嘘でしょ。すごく唇ヒリヒリしません。プルタポクンミョンっていうのはめっちゃ辛い鶏、まあ、チキン系の辛い麺ですよって言ってた。ああ、なるほどね。韓国のコンビニで売ってるんだけど、こんな辛いの売ってるんだって、うん、確かに思ったんですよ、最初に、うんうん。韓国ってそんな辛くないの？辛い。辛い。めっちゃ辛いです。全部。こんなに辛い、うん、特に辛い、そう、なんか麺をその見たの初めて、うんうんうん、スーパー、唇がヒリヒリしてます今、ね、口が熱い熱い、まあ、今回は、まあ、ゴルフ合宿兼、まあ、こういう夜の、うん、なんか夜なんじゃないわ、うちらのなんかプライベート感じだね、プライベートね、うん、なんか面白いかどうか本当正直わかんないけどね、うん、なあ、うん、今日朝ね、ちょっとね、私が勝手にもうもはやもう先に流れてるかもしれないけど、確かに寝起きドッキリをやったんですけど、あ、結構でもあるんだけど、うるおえも、うるおえ、確かになんかあったかなぐらいゆっこだってもはや上キャミソール下パンツだったから、そう、最初全裸かと思ってここら辺見えて太ももの、え、全裸と思ってね、びっくりしましたよね、着てないみたいな、じゅんさんはなんか起きてたか、起きてたんですか、若干起きてた、あ、でもね、一回目覚めてた、7時ぐらいに、だからか、あれ何時ぐらい、あ、でも7時過ぎです、その前に目覚めてて、うん、私はすごい、そう、自分ですごい寝相で寝てるなみたいな感じで起きたんだよね、でベッドに直角に寝てたから、いや、横縦に寝てたはずな、こうじゃないのにこう寝てたんだけど、こう寝てた、起きたら真横足りないじゃん、足がでも意外とまあまあ足りてた、そう、昨日の夜あのジュンさんのナイトルーティーンを撮っていて、寝る前にで、うん、寝る寸前まで撮ってたんですよ、うん、私はこうやってで、そうで、だから直立にこう寝てるのも分かってて起きたのは横でした朝の寝起きドッキリ、寝起きドッキリだけ撮ってないから、私はいいです、この間に撮らなきゃ、撮らなきゃいけない、私はもう一回やるかもしれないです、会社とか一昨日か、全裸だったでしょ、全裸だった日は、あ、鍵かけてた、もう入った瞬間鍵かけてたんだね、うん、私記憶ないけど、はい、あの日はね、じゃあ一回夜食タイム終わります、はい、美味しかった、ごちそうさまでした。